ということで、私が独断と偏見で選ぶ声に出して読みたい食べ物ランキングの時間です。画面の向こうの皆さんも一緒に読み上げてくださいね。それでは早速発表いたします。第5位、チンゲンサイ。さあ皆さんご一緒に元気よく、チンゲンサイ。チンゲンサイ、はい、よく言えました。それでは続きまして第4位です。ぶっかけうどん。シコシコな麺が最高ですね。さあ皆さんご一緒に、ぶっかけうどん。ぶっかけうどん、はい、調子が出てきましたね。それではいよいよベスト3です。第3位、パイ包み。皆さんは何を包みたいですか？ずんだ餅を包むのだ。はい、ずんだもんさん、何も分かってないですね。帰っていいですよ。バナナなんてどうでしょうか？はい、つむぎさん、素晴らしいセンスです。それでは皆さんご一緒に、バナナのパイ包み。バナナのパイ包み、はい、それでは第2位に行きましょう。マンゴー。限りなくストレートですが、少しだけ芯を外しに来るところがいいですね。それでは一緒に声に出してみましょう。マンゴー、マンゴー、はい、それではとうとう栄えある第1位の発表です。栗まんじゅう。栗まんと略すとさらにいい感じです。実際略称で店頭に並んでいることもありますね。栗だけでもまんじゅうだけでも良い響きをしていますが、この2つを組み合わせることで文句なしの第1位となりました。一人で味わうもよし、誰かに差し入れするもよし、ほんのり甘くてみんな大好きな栗まんです。さあ皆さんご一緒に、栗まん。栗まん、うん、最高ですね。その他辞典としてはクッパやうまい棒、あんこ玉、月餅などがありました。それでは皆さん、このあたりでお別れです。ごきげんよう、またお会いいたしましょう。さようなら、さようなら。